寒いな。日中雨はやんだけど、まだこっちから帰れるかな。さあ、鳥散歩29回かな、これ。29回にしようかどうか。悩ましいな。やりすぎ。なんかね、鳥散歩28回。結構我ながら傑作になったと思うんだけど、あのドビーとの、じゃれ合い感がどうでしたかね。なんか今日は MSI の、ゲーミング PC 17インチを、川流に入れて、川流のね、あの本当一番背中の部分ね、ギリね、あの普通に川流が本来 PC 入れるところにはさすがに入らないんだけど、あの背中パカッと開けるといい具合にあの背中の蓋のようにして17インチの PC が入るんで、なんかそこに蓋のようにして 背中の蓋のようにして入れたらね、結構いい感じで、PC が収納できたんで、それで持ってって、あのオフィスでね、もうあのリモートで編集とかしないで、その、ゲーミングラップトップに取り込んで、ほんとランチの食べる間の休み時間とかに、ほんと賞味5分とか10分じゃないかな、そのくらいで編集できちゃうんで、ドリ散歩の場合だと、あれは結構いいかもしれないと思い始めてますね。やっぱり偉大だな、やっぱりローカル PC のパフォーマンスが偉大。ただそうなってくると、この17インチ、やっぱエイリアンウェア買おうかな、出張用に買っちゃおうかな。フル HD でもね、 よければね、本当にバイナウなんだけど、有機 EL モデルを買うべきかどうかがすげえ悩ましい。有機 EL じゃなくてもいいかな、なかなかね、どうせだったら、しかもそんなに差額ないんですよね、プラス2万円ぐらいで有機 EL モデルが買えるんだったら、やっぱりそっち買ってこぶきっていう気がするんだけどね。なぜ有機 EL モデルを店頭在庫しないんだという、このベストバイの空気の読めない感に一言物申したい。あれかな、やっぱり在庫が少ないのかな。他にあのクラスで13インチぐらいでね、今回それ持っていかないとなると、17インチと15インチを、仕事用の15インチとプライベートの17インチと2台持っていくの、結構ね、重量的につらいよな。もうこうなったらカメラ系をかなり削るしかないと思うんだけど、あのもう GoPro と LX100 ぐらいで行こうかな。まあ十分だけどね。あとジンバルが持ってこれないか、なんか LX100 が使えるジンバルないかな。なんかあのDJI オズモモバイルとかなんとか魔改造して LX100 乗んないかな。重さ的に厳しいよな。まあそんなこんなを考えながら、もうほんとあさって出張だから、そろそろ明日も準備、今日もちょっと帰って少し準備し始めないといけないなと、ドキドキし始めてる今日この頃ですよ。でそうそうそう、朝話しかけて話しきれなかった気がしたんですけど、そうカズチャンネルのカズさんが2月のあの買ってよかったもののランキング2位にジーウンのジンバルを入れていたにもかかわらず、3月最初のいらなかったもの的な動画でジンバル1位に上がっていたっていう、この状況をですね、僕はどう受け止めればいいのかと、心を整理しているっていうのは冗談なんですけど、まあ、結構さすがっていうか、あのね、ほんとね、あれですよ、ああいう旅行とか、母さんも言ってたけど、旅行とかにフルでジンバルとか GH4 持っていくのは
結構ね、一日中特にこの Vlog 的なやつは決められてスケジュールした撮影ではなくて、一日中だーって撮ってる中でなんか面白いネタがあったらそこを切り抜いて編集するみたいな感じだと思うと、ちょっとねコストが高すぎる。逆にその普段の日々の、今室内だけじゃなくて日々の Vlog であれば、仮にこの外に持ち出したとしても、例えばこのドリ散歩で持ち出したとしても、撮れ高がある程度見えてるわけですよ。どのくらいまでどこの辺でどうやってジンバル使えばいいかとか見えてるから、それで使ってる分にはまあやっぱり便利だし、撮れるクオリティが格段に上がるんでいいんだけど、なんか旅行とかでね、もうなんかのべつ幕なしずっと撮り続けてるところにあれを持っているのは本当にね辛いところが、この間僕も時を同じくして GDC のレポートしてて思って、だから本当最終日エキスポの潜入レポートした時はもうほぼGoPro でやってたんですけど、もう最後ちょっとそのバッテリー問題があって、バッテリーなくなっちゃって GH4 があったおかげでシリコン、なんだっけ名前どう忘れ、シリコングラフィックじゃなくてシリコンスタジオの、インタビューが取れたわけですけど、まあそれにしてもあの時結構ヘロヘロで、なんか GH4 も焦ってすごい設置してたから、ピントの例によって合わしきれなかったりとかね、あんま行けてなかったですよね。ということで、もう本当そういうやっぱ旅動画とか、なんかこうある程度こう長い範囲撮ってその中で切り出すときは、この僕の今の GoPro POV マウント with ジンバルっていうのが最強なんじゃないかな。これが実は一番やっぱ相当いいでしょうというふうな、自分の中でも結構結論が見えてきた今日この頃。画質はね本当もうちょっとなんだけど、まあここに関してはバージョン上がってどんどん画質が良くなってくれるのを望むしかない。だから僕そういう意味ではちょっとニコンのアクションカム、誰も興味がなさそうなニコンのアクションカム、若干興味が出てきてるんですよね。あれなんかこの間もベストバイで見てたら、レンズが結構 GoPro よりも大きいので、言っても 4K もサポートしてるし、言ってもね結構いい映画撮れるんじゃない。しかも360度の方のやつとか買ったら、ゴロマンさんのやつのパターンの 4K 版できちゃうでしょ、シータでやらなくても。そう考えるとちょっと興味が出てきた。まあGoPro のこの画質でね、どのくらい皆さんがあれしてるかにもよるんですけど、満足していただけてるかにも。でも結構最近の GoPro 僕の画質どうですかね、ちょっと青より、意図的にちょっと青を強くしちゃってるんですけど、最近ちょっとそれも減らしつつあるんですけど、色調整もしつつ、このできる範囲の中でクオリティを、画質のクオリティも上げようという努力をしてるんですけど、結構自分的にも満足度が高いGoPro の 4K 動画を、 4K 画像の、ダウンサイズ 2K 版、まあこれで普段結構撮ってても外の映像だったら悪くないんじゃないのという気分にだいぶなってきましたね。家撮りとか、こうなんか固定カメラで撮るときはやっぱり GH4 とかでちゃんと撮りたいけど、外でこうアクション日々のデイリー動画撮るには結構 GoPro いい気がする。ビットレートがもうちょっと高ければね、これなんか画質の問題っていうか、ちょっと GoPro ビットレートが低い気がする。結構なんか細部が GoPro のっていうよりはこうエンコードノイズで、エンコードの圧縮で細部の情報が潰れちゃってる気がするんで、もうちょっとね、高ビットレートで撮れればね、もう言うことないんだけどな。 GoPro プロみたいなんでないかな、もうすでにプロついてるけど、
GoPro Pro みたいなやつ出てくれて飛びつくんだけどな、ほんとあのローで撮れますみたいな、ローっていうか何、ハイビットレートで撮りますみたいな。さあ来たね、そろ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 このお時間が来たね。ちょっと今日もやっちゃう、ここは行っとくべきなんじゃないですか。ちょっとこの海沿いなのがめっちゃ怖いけど、海ぽちゃ一発で終了っていうあのオチがちょっと見えなくはないんだけど、でもこのところを撮りたいよな。ちょっとね頑張っちゃいたい。さあちょっとキャリブレーションちゃんとしたいな。なんかキャリブレーションがきちんといけてない気がするんで、まずはちゃんとキャリブレーションして、その上で飛ばすべき。さて、いけるかな。怖えな。この遊歩道を、ドビーがちゃんと僕トラッキングしてくれたら相当かっこいいと思うんだけど、いけるかな。キャリブレーションをね、まずはきちんとして。しょ、えい、えい、コンパスがおかしいと言ってるからアームを展開してキャリブレーションしてください。全部アームは全開でございます。アームは全開です。さあ水平なところに置いて回してくださいと。この回し方でいい？よし、これでいったら今度は前方を下向きにしてこの状態で回せと。自分が回った方が早いね、やっぱり自分が回ろう。さあこれでどうだ。あ、いけた。あ、今回結構ん？キャリブレーションが失敗しました。ちょっともう一回ね。ちょっとなかなか厳しいな。自分で回りつつ点灯してる確認します。 LED が消えたら水平方向のキャリブレーションしてください。点灯する、 LED が途中消えたら点灯するまで再度バランスの調整をしてください。あ、水平方向ね。もう終わってたね。いつの間にかこの映像が切り替わってるからね、この映像がね。よし、完璧。今回は完璧じゃない？いや、すっげえ目が回った。今回完璧。さあ今回はいけたっぽいっすよ。これで今交流測定、 GPS 測定中。今回はいいんじゃないですか。いけそうな気がしてきたよ。さあ GPS がなかなか見つかりませんが、今6個しか見つかんないけどいけるんじゃないでしょうか。 GPS7 個7個。 GPS 補足が結構遅いのかな。さあどうでしょう。もういいかな。じゃあこの辺で、えい。お、結構頑張ってる。結構頑張ってるけどフォーカスが甘いな。電波が弱いとか言われてんな。やばい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 、また接続がやばいやばいやばいよ。だからもうすぐ接続切れちゃうからね。
あんまり高くに飛ばせない。ほらすぐ落ちてきちゃうからこいつ、海だろうがなんだろうが。超危ねえ。超危ないんだけど。ちょっとね、ちょっと電波が切れるとすぐ降りてきちゃうという。ちょっと曇ってたっぽいからレンズをもう一回洗いつつ。なかなか厳しいなぁ。もう一回いける。もう一回いけるけど。ちょっと何なの？僕の頭上で一緒に歩く感じね。あ、これいいんじゃない？これ一緒に歩く感じで。球場を横に一緒に歩く感じ。あれ、なんか球場人入ってんの？もういっぱい。ないよね、まだ。なんか怒られそうで怖いもんね。一応違法ではないけど。じゃあ一緒に、ドビーと一緒に。これ画質悪いな。相当感度悪いと思うけど。そしてね、今こいつはめっちゃ海の海上の上飛んでるけど、大丈夫かな。大丈夫かな。怖いな。一応今仲良くドビーと帰ってます。いい感じだけど画質悪すぎだな。なんか夜だからかな。なんかもうこのプレビューがすごいボケボケなんですけど、大丈夫かな。やばい、すっげえ行っちゃった。ちょっと油断してたら だいぶ先に行かれてしまった。ちょっと頼むから会場に行かないで。ちょっと球場内をチェック。おー、すごい。球場内を見渡せます。これは結構すごい映像なんじゃないでしょうか。おー、このコカ・コーラのところとかね。これはいいんじゃない。おー、すごい、素晴らしい。そして全体を見渡しつつ、あ、結構電池持つね。完全充電したら。さあ、じゃあこのまんま、また一緒に歩いていこうかな。一緒に。よしよし、結構安定して。あ、電波が弱いので広い場所で。電波がね、あ、いい感じだね。今ちょうど僕の頭上を走っております。結構音がねうるさいんですけど、これ音でね、ほんとみんながあれしちゃうよね。びっくりしちゃいますよね。結構いけるな。だいぶなんか手慣れてきた感じがある。ちょっと使いこなしてきたんじゃないの、目的に。いいけど、このあとは映像がどのくらい綺麗に撮れてるか次第だけど、どうでしょうね。まあ 30% ぐらいだから結構飛んだな。よし、じゃあ一旦こんなもんで。一旦着地させます。今やってくるとこ。
今回だいぶ安定した。さあ 22% だけど残り、これ結構撮れたな。どのくらい映像撮れたんだろう、興味深いな。あとが楽しみですね。これで今でバッテリー残り 22% だって。もう一回ぐらいいける気もするけど、ちょっと海沿い怖いからやめとこう。いいっすね、ドビー最高じゃないですか。だいぶ分かってきた。やっぱり本当にちょっとずつ練習していくのが重要ですね。あの怖さがだいぶなくなってきた。たださすがに夜景だと全然、あ、なんか AT&T パークの液晶 Google クラウド NEXT って書いてますね。しかし夜景だとさすがに厳しいかな。もうちょっとあれですね、高性能カメラが求められるけど、いやでもだいぶいいな、これ楽しいな、十分じゃないですかね、このお値段でこれだけ楽しめたら。ただミスると一発 KO だけど。さあこの残りのギリのところでどのくらい粘るかっていうところがねポイントですよね。もう一回ぐらい飛ばしたいんだけど、結局ギリギリまでバッテリー使い切るっていうことがなかなか怖くてできないんだけど、もう一回ぐらい本当はここで飛ばせればベストなんだけど、どうなんだろうか。暗くて厳しいかな。やっぱキャリブレーションがコンパスでちゃんとキャリブレーションしたの聞いたのかな。なんかすごい安定感が出た気がする。さてさてもう一回。でもこのね手軽さは本当何者にも変えられないよな。マビックですらやっぱりこの手軽さにはね到底追いつかないですからね。さあ残り 20% をかけてもう一度お前は飛べるのか。今回なんか GPS 測定も比較的早い。前回のが生きてたのかな。なんか全然どっち向いてんだ。やばい、バッテリー残量が低下しています。早いよ。やばい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 、あ、録画してなかった。やばい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 、すでにバッテリー残量が低下しています。事件が起きそうです。フットサルをしています。今 11%。 ちょっとしばらく様子見よう。これ最後どうなるのか知っておきたい。バッテリーがなくなった時の挙動どうなるんだろう。今まだ頭上21メートルぐらいのところを飛んでますが、バッテリー残量が低下しています。ちょっと落下する時のことを考えて、もうちょっと下げとこう。最悪ぼっこり落ちてきそうだから。今 8% です。ここ下芝生だから最悪ぼっこり落ちても大丈夫だと思うけど、さあどうなるでしょう。なんかすっげえ下向いちゃってるのが残念なんだけど、せめて僕の方を向かせるか。さあどうなるか。ドビーを着陸させてください。残り 5% です。5% です。バッテリー残量が低下しております。残り 5% です。あ、勝手に降りてきた、勝手に降りた。あー、ドボン。なるほど、5% を切ったら勝手に落ちました。さすがに空中で急にバッテリー切れて、で、あの
ドスンと落ちることはないけど 5% 切るぐらいでもう強制着陸モードに入るんですね。今 5% でもう自動で落ち始め降り始めて、真下に自分のいた場所に、ちゃんと着陸しましたね。だからうまくやっぱりある程度制御範囲の中に、抑えておかないと危ないですね。当たり前だけどバッテリーが切れる前に早めに自分のこう安全な範囲で飛ばしてる限りは比較的ギリまで飛ばしても、飛ばしきれるってことは分かった。ベイブリッジが綺麗です。さっき見えたコカ・コーラのやつとか見えたかな。どのくらい綺麗に撮れたかな。すっごい楽しみ。さあ、いやー楽しみだけど、さあこれでね、また今ねすごい悩んでんのは、ドリ散歩をこの MSI の17インチをドリ散歩専用編集マシンにすべきなのか、それともやっぱりデータは一箇所にまとめるべきなのか、すごい悩ましい。なんかワークフローの改善をまたちょっと見直しを行ってるんだけど、なかなかそのデータのやり方はね、でもあれかな、まあ、マスターワークまでもデスクトップ PC に全てのデータを入れつつも、ラップトップでも編集できますよっていう状態を作っておくのが一番いいのかな。なんかそんな気がしますね。いやー今日も無事ドビーが回収できてよかったです。そうだよ、そんなことよりもですね、今日メインチャンネル必見ですよ。久々にレアガジェットゲットしたんだった。それのことすっかり言うの忘れてた。開封動画出しますよ、メインで。これね、もう日本最速なんじゃないの、レビューもしかしてっていう、また変わり種、ね、マイクロ PC ネタですけど、以前僕はゴールワンっていうキックスターターの 5.何インチかのポータブル超小型世界最小ポケットフルサイズ Windows パソコンみたいなやつをバックして、でなんかバッテリーが入んなくなって壊れた壊れてないみたいなのを繰り返してて、まあ結果ね、今なんかリビング PC 用のリビング PC 的な感じでポジションを得て結構活躍してくれてるんですけど、まあ最近それもレーザーステルスプラスレーザーコアに取って代わられてしまって、若干出番をこう探している感じではあるんだけど、そのゴール1っていうウルトラ PC だったんですけど、そこのね、新機種、ゴール1プラスってやつがですね、実は発売されたんですよ。でなんか結構みんな GPD、 僕が買ったゲーミング、ゲームコントローラーついた Windows パソコンね、ゲーミング PC にモバイルゲーミング PC にこう注意が、いっていて、かつGPD ポケットってやつが7インチぐらいで世界最小なんかウルトラブックみたいな感じで、すごいこうみんなバックしてる人僕の周りでもいっぱいしてるんですけど、まあその対抗かな、対抗では全くないんだけど、そのゴールも8インチバージョンのゴール1出したんですよ。これがね結構ね、全然また GPD とスタンスが違くてね、面白い。なんかゴールの人たちはきっと本当テッキーな人たちなんじゃないかなと思える感じで、こう武骨な中に必要なものを全部詰め込んでる感じがすごい個人的には最近好感が持てるんですけど、そのねゴール1プラスをね、ギアベストさんがねレビュー用に今回は前回のオーキテルのレビューもなんか結構評判が良かったおかげで、皆さんのおかげでなんかレビュー用に送ってくれて、それがなんか送りますとか言われたんだけど本当に送ってくれてんのかなとか思いながら、あんまその後反応がなくて、
なんかまあしょうが、まあ、あんまり当てにせずに言おうとか思ってたら、今日いきなり届いたとか言われて、ゲットしたら案の定、ゴールワンプラス届いてました。ということで、もう今日はあのね、待ちきれずにランチ食べながら開封動画撮ってたんですけど、外で、家帰ったら改めて、これで家帰ったら改めてもう一回もうちょっとだけ動画撮って、ゴールワンとの比較とかして、今日のメインチャンネルのネタにしたいなと思うので、それはお楽しみにしてください。ということで、朝ね、なんかネタ盛りだくさんでね、すっかりキーワード言うの忘れてたんですよ。キーワードをね、朝のキーワードと夜のキーワードと言うの忘れてたんで、両方入れとこうかな。朝の部はちゃんと朝の動画のドリ散歩28の方にコメントしてくださいね。ドリ散歩28の方にはキーワードとして、じゃあ何しようかな。カズさんジンバル不要なんて言わないで、びっくり、これですね。カズさんジンバル不要なんて言わないでっていうのがキーワードですね、28回の。で29回の帰り編はどうしようかな。やっぱりゴールワンにちなんで、ゴールってこのゴーの伸ばしつつ、ゴールですかね、最後びっくりね。みたいな感じ、そのいかに伸ばせるかで、皆さんの息の強さが分かるみたいな感じでいけたらいいなと、本当に本当にやってることが我ながら小学生のような思えてきたけど、皆さんぜひ童心に帰ってこの動画を楽しんでいただければと思います。じゃあこの夜のこの帰り編をね、ここまで見ていただいてる人は相当レアなんじゃないかと思うから、ちょっと、28回と含めてどのくらいコメントいただけるか超ドキドキだな。初の誰もキーワード気づかずみたいなのあるかな。ちょっとやばいね。ゲーム実況も今日も本当はしたいんですけどね、時間あるかな。とりあえず、出張の準備だけ本当に、あと何すればいいんだろう。PC 持って着替え持って以上かな。実はでも、もう今回実機間も短いし、もう本当最低限で行こうかな。本当空港でのトラブルだけめっちゃ怖いんだけど、ちゃんと戻ってこれるかが一番心配なんですけどね。まあ多分大丈夫でしょうってことで、いやじゃあ今日はこんなところで、また引き続きよろしくお願いします。メインチャンネルの方もぜひチャンネル登録、皆さん忘れてませんか。このサブチャンネルでいくらアピールしても、なんかメインチャンネルのチャンネル登録数には響かない気もしてきたけど、皆さんチャンネル登録が YouTuber のライフラインですよ。いいねボタンとチャンネル登録を皆さんが押してくれることで、この YouTuber のモチベーションというものは維持されているので、ぜひ引き続き、もし動画面白かったらぜひチャンネル登録してやってください。ではよろしくお願いします。ではでは。